ここで来シーズン新加入選手のご紹介でございます。川崎フロンターレでは来季の新戦力として筑波大学所属の谷口彰悟選手を来季加入について応援に送りました。また JFA、JDA、特別指定選手としても登録を承認され、今シーズンからの試合出場が可能となりました。足元の筋肉に加え、空中戦の強さも兼ね備えた大型ボランチの谷口選手。 J リーグの各クラブが獲得に動く中、高校3年生の時にも獲得のオファーを出し、スカウト陣がと追い続けていた5年越しのラブコールが通じ、我らが川崎フロンターレを選んでくれました。本日は谷口選手がと驚きに参加に来てくれています。谷口選手、ようこそ川崎フロンターレへ。サポーターの皆さん、